はい、おはようございまーす。あ、そう、なんかね、明日ね、やっちょくんの面会に行くことになりました。なんか、まさやんかな、LINE が来てね。奈々ちゃんってね、金梅さんと一緒に行くことになったんだけど、奈々ちゃんどうって誘われたんだよ。で、って、ああいう面会ってさ、人数が限られてんだよね。確か。その枠に私が行っていいのって言ったら全然、みたいな。じゃあ来てくれるみたいなさ。まあ私も行き、そういうの行ったことないかな。行ってみようかなって経験で。まあちょっとやっちょくも見たいっていうのもあるしさ。何時だったっけな、何時だったっけな、でも結構遅めだったような気がするよ。何時なんだろうね。まあ、うちには10時に来るみたい、まさやんは。うちに来て、それでなんか、金前さんを迎えに行く感じかな。私を迎えに来てくれて、まさやんはね。それで、金前さんって、あ、だからさ、差し入れって何を差し入れすればいいんだろう。そういうのやったことないから、面会とかさ。何を差し入れした方がいいの？お金って差し入れできるの？え？お金が欲しいって言ってんの？やっちょくん？あー、本とかね。本とかお金とか？食べ物はダメなの？あ、手紙？私が書くってこと？リスナーさんが書いた手紙ってこと？ただ、昨日の今日だからな、手紙なんて集まんないよね。誰か書く？持ってくけど。みんなの手紙が欲しいってこと？私の手紙が欲しいの？身内は2000円らしい？あ、持ってけるお金がってこと？え、そのさ、金額とかも決まってんの？でもさ、お金をもらってさ、何をすんの？あの、中で何かお金が必要ってこと？放置しようっていうか、あの、その中でさ。中で買い物できるんだ。あ、でもテレビとかで見ると石鹸とかそういうのでしょ？なんかさ、生活品とか。食べ物も買えんの？お菓子とか。え？お弁当とか頼んだりとかできるってこと？そんなに豪華なの？口座の残高が1万円らしい。なんでそんなにお金持ってないの、やっちょくんって。稼いでなかったっけ、あの人。TikTok やってんだかな。何千万って持ってんじゃないの？家賃が滞納してる？それ毎回さ、お金ないゲームみたいな感じなんじゃないの？持ってないふり？本当に持ってんの？持ってないの？じゃあ、現金と、なんか、現金じゃ何？ 3 万円とかそんぐらいでいいのかな？ 3 万円と、本かなんかを差し入れしたらどう？あれがいいんじゃない？聖書とかさ。もう心を改めるために、なんか宗教本でいいんじゃないの？聖書とか、仏教の本とかさ。猿でもわかるなんか聖書みたいなのあるじゃん。そんどう？ねえ、教えを説いてもらうみたいな感じで。あ、六法全書とかね、差し入れとか多いみたいね。いいんじゃない、六法全書。猿でもわかる六法全書と聖書と、そういうの暇つぶしになるんだな。これこれさんの本はうちにあるよ。それあげる？手越優也と、これこれさんの本はあるんだよ。あ、写経ね。写経いいって言うよね。
写経の本、すごいなんか中であげると喜ばれるみたいな、ああいうので字が上手になったりとかさ、精神統一してね、うん、ねえ、写経の本、聖書、でいいんじゃない？写経と聖書でいいんじゃない？ブナマユちゃんの写真集はいらねえだろ。グミちゃんにちょっと聞いてみようかね。写真入れとか何が欲しいんだろうって。何が必要なのかなってね。やっちょくん、やっちょくんの面会に明日行くけど、送っとこう。うん。いや、でもね、グミちゃんが騒がなかったら今回の件って分かんなかったらしいよ。ね。グミちゃんが気づいて連絡とか取ってやっと分かったんだよね、捕まったってことがさ。ニュースになるまでは分かんなかったんだよ。だその日、やっちょくんと連絡は取れなかったんだって。コラボかなんかの、待ち合わせかなんかしてて、で、4時間5時間待ったんだけど来なくて、おかしいなってことになったんだって、グミちゃんが。それで、あちこち連絡してみても出ないし、それで、警察かなんかに聞いたんだっけ？そしたら、分かったみたいな、捕まったことがね。うん。手帳の更新行く予定みたいだったの？あー。やっちょくんってなんか手帳持ってたよね。いいんじゃない？あんないらないでしょ。不正に利用してるだけだし。そうだろ。ねえ、見せびらかして歩いてるだけだからな。手帳はもう切れてもいいしよ。精神障害かなんかで撮ってなかったっけ？やっちょくん。ADHD？ 病気じゃないんだろ。不正だろ。こんな。こんなこと言ったら私だって手帳取れるってことだよね。そうだね、よく私 ADHD とか言われるけど、私も取れちゃうってことよ。ねえ。私は持ってないけどね。やっちょくは持ってんだよ。IQ83 はちょっとまずいな。83って何？小学生とか幼稚園生レベルじゃないの？まあ、いつ出てくるかわかんないですけど、まあ、明日行くって感じだね。明日朝、まさやんが10時に迎えに来て、まあ、行くって感じ。金梅さんとね、久しぶりに会えるし、みたいな。今日、私、放送終わったらあれかな。差し入れ買いに行こうかな、本屋さんとかね。ね。それを持ってく感じで、あと現金か。うん。でもなんかね、その人数が限られてんだって、枠みたいのが1日みんながみんな行けるわけじゃないんだって。あと、なんつうの、指名制っていうかさ、やっちょくんが誰々に来てほしいっていう人たちが今行ってる状態。うん、だから誰かが勝手に行ったりとかするとその枠がなくなっちゃうから、そう、一組3人までっつってたっけ。うん、そこにね、私は入れてもらった感じ。やっちょくは喜んでくれればいいけどさ。うん。金梅さんは動けんじゃねえ。だって久しぶりに外出るっしょ、あの人。やっちょくのためだったら動くんじゃないの。めっちゃ久しぶりに外出るっしょ。半年ぶりぐらいに外出んじゃないの。うん。まあ、ただね、車に乗って、ちょっと動くぐらいよね。面会ってさ、椅子に座って、みたいな、ずっと立ちっぱなしとかじゃないかな。うん。なんかワンチャン金梅さん来ないっていうのもありえんだよね、体調悪くて。うん。
ワンチャンね、明日になってちょっと体調が悪いっていうのもあるんじゃないの？うん。私もね、ずっと金林さんにね、会いたかったんだけど、ね、お家にずっと閉じこもってたじゃん。だから、会いたいなぁと思ってたんだけど、もう、明日が多分最後なんじゃないの？言い方悪いけどね。会うのは最後なんじゃないかなと思って。だからちょうどいいタイミングだなってさ。だって今人と会わないじゃん。あの人絡まないから、なかなか会えないでしょ？無理やり行っても警察呼ばれるしって。ね、会うタイミングないんだから、ちょうどやっちょくん絡みで会えんじゃないかなってさ。うん。そうだよね。そうそう、今、真央ちゃん以外会わないって言ってるんだもんね。配信者と絡んでないじゃん。